日本ではジブリのキャラクターが食べていたものと同じ料理が食べられるの？ええ、そうらしいわよ。どう？日本に行きたい気持ちが高まってきた？当然よ。もう今すぐにでも飛んで行きたいわ。アメリカ人女性によるジブリ作品に登場した料理にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、アニメに出てきたそのまんま。ジブリ好きのアメリカ人女性がジブリ作品に登場した料理を日本で食べまくり、日本のアニメ飯が世界で大反響の話題です。海外、なぜ現実的の飯よりも美味しそうなのか。日本が世界に誇る文化はたくさんありますが、その中でも近年かなり評価を上げているものにアニメと食があります。これらは日本を代表する文化であり、日本のそれらは世界中の人々に広く愛されるものとなっています。そしてこのアニメと食を掛け合わせたものが、今世界で大きな話題を呼んでいます。そのアニメと食を掛け合わせたものとは、アニメに登場する料理です。日本のアニメには多くの魅力的な料理が描かれており、それは海外の人たちの興味を駆り立てます。特に魅力的な料理が多く登場するのが、スタジオジブリのアニメ作品。ジブリ作品では料理がとても魅力的に描かれ、それは多くの人の記憶に刻まれています。皆さんの中にもパッといくつかそういったメニューが思い浮かぶのではないでしょうか。ジブリ作品の料理、通称ジブリ飯は日本国内でもたびたび話題になることがありますよね。そしてそれは海外も同様なのです。今回ご紹介するのは、日本のアニメが大好きなアメリカ人女性が日本を訪れ、ジブリ飯を目の当たりにして大興奮したというエピソードです。果たしてジブリ飯は彼女のお口に合ったのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はアメリカ人。私にはとっても大好きなものがある。それは日本のアニメ作品よ。現在日本のアニメはそのクオリティの高さから世界的に非常に評価が高いわよね。私もそんなハイクオリティな日本のアニメにハマっているの。中にはアニメなんて子供が見るものだという偏見を持ち、アニメを見ない人も大勢いるわ。しかしそんな人たちに私は声を大にして言いたいわ。日本のアニメだけは別物だからってね。確かに世界中の多くのアニメは子供向けに作られている。大人が見ても十分に楽しむことができないものは数多くあるわ。でも日本のアニメはそうではない。日本のアニメは作画の素晴らしさ、ストーリーやテーマの深さ、人物の心の描写の細かい描き方などの特徴がある。そしてそれらは子供から大人まで幅広い層を魅了するわ。もしアニメというだけで日本のアニメまで敬遠している人がいたら、ぜひとも騙されたと思って日本のアニメを見てみてほしい。その素晴らしさに感動する人が多いはずよ。特に私がおすすめしたいのはスタジオジブリ作品よ。スタジオジブリというのは日本を代表するアニメ制作会社。このスタジオジブリは多くの名作アニメを世に送り出しているわ。ジブリ作品を見たことがない人でも名前くらいは知っている人は多いと思う。実は私も数年前まではアニメなんて子供が見るものだって思っていたの。しかし友人に勧められてジブリ作品であるもののけ姫を見て、私の考えがガラリと変わった。その壮大で深いテーマは大人が見ても十分に楽しめる。逆に言えば大人が見た方がより多く考えさせられる作品かもしれない。子供も普通に見て楽しめるし、大人はより深い部分を見ることで心揺さぶられる。こんなにもクオリティの高いアニメが存在していることに私は大きな衝撃を受けた。それ以来私はジブリ作品を見漁ったの。するとその全てが素晴らしい作品だったわ。それぞれカラーが違う作品なんだけど、作品一つ一つに良さがある。ジブリ作品に外れなしよ。そして私はジブリ作品にどっぷりとハマり、その後はジブリ以外の多くの作品を見るようになった。そんなことだから私は日本の最大の魅力はアニメだと信じきっていたわ。しかし日本の魅力はアニメだけではなかった。私がアニメ以外の素晴らしい日本の魅力を知ったのは、最近日本に旅行に行った時のことだったわ。日本旅行へは昔からの友人であるミヤが誘ってくれた。ミヤはさっき話した私にジブリアニメを勧めてくれた友人よ。
彼女はアニメだけでなく他の日本の文化についても関心があるようで、私を日本旅行に誘ってくれたの。どうしたの、ミア、急に電話なんてしてきて。いや、ちょっとあるお誘いをしたくてね。仕事はどう？順調？まあまあってところね。あなたは？私も同じような感じよ。で、お誘いって何？週末にディナーでもおごってくれるの？そんなちっぽけなお誘いじゃないわ。え？今度海外旅行に行かない？海外旅行のお誘い？いいじゃない、最高ね。たまには羽を伸ばしたいと思っていたのよ。どの国に行く？それはもう決まっているわ。あなたもきっとテンションが上がる国よ。え、どこなの？それは日本よ。日本？そう、海外旅行の行き先は日本よ。どうかしら、とってもいいと思わない？そうね、まあ悪くないとは思うけど。私はこの時、行き先が日本だと聞いてあまり気分は上がらなかったわ。というのも、私は日本のアニメは好きだったけど、他の魅力については全く知らなかったの。日本はアニメが有名な国っていうイメージしかほとんどなかった。日本は先進国だし、裕福な国っていうなんとなくのイメージはあったんだけど、具体的な日本の良さや魅力はわからなかった。日本もいいと思うんだけど、日本って何かいいところがあるの？私よくわからないわ。え？何言ってるの？あなたの好きなアニメは日本の素晴らしい部分の一つでしょ？それはもちろんわかってるわよ。でもそれは旅行をするにあたっての魅力ではないわ。アニメが素晴らしくても旅行がより良いものになるかは別物じゃない。まあ確かにそうね。でも日本には多くの素晴らしい魅力があるっていうのは有名じゃない。そうなの？私そんなことをよく知らなかったわ。特に有名なのは食事よ。日本の料理はかなりハイレベルらしいわよ。そうだったのね。私はお寿司くらいしかわからないわね。お寿司も当然そうだけど、日本にはそれ以外にもたくさんの美味しい料理があるのよ。日本料理は世界的にかなり人気が高いの。旅行先選びで現地に美味しい料理があるっていうのはとても重要よね。確かに。じゃあ日本に行ってみる？私はミアから日本の料理は世界的に非常に評価が高いことを教えてもらった。私はそれを聞いて、それならば行き先は日本でもいいかなという気持ちになってきた。そしてこの後のミアの言葉で私の気持ちはさらに高まることになる。じゃあ日本で決まりね。現地ではアニメに出てくる料理を食べまくりましょうよ。アニメに出てくる料理？どういうこと？あなたも知っている通り、日本のアニメには魅力的な料理がたくさん出てくるわよね。特にジブリ作品にはそういった描写がたくさんある。確かにジブリ作品では登場人物が美味しそうに料理を食べるシーンが多いわね。そういった料理をぜひ日本で食べましょうよ。日本ではジブリのキャラクターが食べていたものと同じ料理が食べられるの？ええ、そうらしいわよ。どう？日本に行きたい気持ちが高まってきた？当然よ。もう今すぐにでも飛んで行きたいわ。早く私もキャラクターたちと一緒の料理を食べてジブリの世界に浸りたい。なんと日本に行けばジブリ作品に出てくる料理と同じものを食べられるという。私はそれを聞いてとても日本に行きたい欲が高まったわ。じゃあ早いとこ会社にはお休みの話をしておいてね。ええ、もちろんよ。日本旅行楽しみだわ。こうして私たちは日本旅行に行くことになった。そして日本旅行ではお目当てのジブリ飯をたくさん食べることになる。その料理に私たちは大きな感動を覚えることになったわ。日本旅行ではミアがジブリ飯とそれが食べられるお店や場所をリストアップしてくれていた。私たちはそのミアのリストを順番に回ることにしたわ。私たちがまず最初に訪れたのはうどん屋さんだ。うどんっていうのは日本の伝統的な麺料理。私たちがこの店でお目当てにしていたメニューは鍋焼きうどんとおにぎりだ。鍋焼きうどんは土鍋に具材をたくさん入れて煮込んだうどん料理。具材は卵やエビの天ぷら、ネギや魚の加工食品であるかまぼこなど。口の中がやけどしそうなほど熱々の料理よ。そしておにぎりは世界的にも有名な日本の料理ね。ライスをまるで野球のボールのような形に成形したもの。
日本以外ではライスボールと呼ばれることが多いわ。ライスは塩で味がつけられていて、中に様々な具材が入っていたりする場合もあるわ。鍋焼きうどんが登場したジブリ作品は耳をすませば、そしておにぎりは千と千尋の神隠しなどジブリ作品だけでなく多くの日本のアニメ作品で登場するわ。私たちはその料理のビジュアルや味に驚き歓喜した。これが鍋焼きうどんとおにぎりなのね。すごいわ、アニメのままだわ。まるで自分がジブリ作品の登場人物になったみたい。本当ね、この店を出た途端千尋みたいに不思議な世界に連れて行かれちゃうかも。やめてよ、それはごめんよ。それだったら雫の方がいいわ。雫みたいに突然素敵な男性に出会えないかしら。見た目も100点満点だけど味も素晴らしいわ。鍋焼きうどんはいろいろな具材が出汁に溶け出していて味に深みがあるわ。そうね、口の中が大火事みたいに熱いけど冷ましながら食べたら安全だわ。おにぎりも想像以上に美味しいわね。おそらく塩でしか味付けしていないと思うけど、なんでこんなに美味しいのかしら。おそらくお米自体がいいんじゃないかな。それから食感も素晴らしいし、何か成形の仕方に高い技術がありそうね。ええ、それにうどんの出汁にもおにぎりはよく合うわ。うどんとおにぎりのコンビはベストだったわね。私たちは最初に食べた鍋焼きうどんとおにぎりに大感激。しかしこの感動はまだまだ続くわ。次に食べたのは風立ちぬで主人公が食べていたサバの味噌煮よ。サバの味噌煮とは日本でポピュラーな青魚であるサバを日本の調味料味噌で味付けをして炊いたもの。これは見た目に反してとっても美味しい。そうね、ソースは茶色でドロドロしているし、サバなんて私たちはめったに食べないから少し心配していたんだけど、とっても美味しいわ。サバはお魚の味がとても濃いし、程よく脂が乗っている。それにこってりとした味噌の味がマッチしている。魚自体の味がしっかりしているから、濃い味の味噌にも負けていないわ。ライスにもぴったりね。これが食べられるお店が会社の近所にあったら、毎日ランチで食べたいくらいだわ。私はサバの味噌煮を非常に気に入ったわ。そして次に食べたのはお弁当よ。お弁当は日本スタイルのランチボックスのことよ。お弁当はアメリカ人が知っているサンドイッチとフルーツだけのランチボックスではないの。ライスとたくさんの豪勢なおかずが一緒に入っているわ。まるで立派なワンプレートランチかのようなの。お弁当は隣のトトロやコクリコ坂からなどのジブリ作品をはじめとして多くの日本のアニメに登場する。それらに登場するお弁当は多くの場合が手作りだから、アニメに出てくるものと全く同じものを食べることはできなかったわ。でも日本には多くのお弁当屋さんがあるから、私たちはそういったお店でお弁当を購入して食べたわ。ちなみに日本ではコンビニにもたくさんの種類のお弁当が売られているわよ。私が食べたお弁当は海苔弁当で、ミアは幕の内弁当を食べた。海苔弁当は海苔という海藻でできた風味豊かなシートがライスの上に敷かれていて、その横には白身魚のフライ、練り物の天ぷら、卵焼きなどのおかずが入っている。そして幕の内弁当はとにかくおかずの種類が盛りだくさん。サバの塩焼き、卵焼き、唐揚げなどの揚げ物、野菜を炊いたものや煮物など少量ずつではあるけど10種類程度のおかずがライスと共に入っている。海苔って初めて食べたけど、とっても面白い食材だわ。食感は今までに食べたことない感じだけど、香りがとてもいい。おかずのクオリティもかなりいいわ。白身魚のフライはフィッシュフライに似ているけど、ライスと合わせるのが新鮮だわ。幕の内弁当も素晴らしいわよ。おかずがたくさんでワクワクするし、彩りも良くて華やか。味も当然いいわ。似たようなおかずはなくて、たくさんの種類があるのに全部バラバラの味わい。日本料理のレベルの高さを感じるわ。日本のお弁当も私たちの舌をうならせるものだった。そして最後は私たちにとって最高の場所での食事となったわ。最高の場所とはジブリ作品に関連する料理が食べられるジブリ飯専門のレストラン。日本にはジブリ飯が食べられる専門のお店がいくつかあるのよ。ジブリ作品が大好きな私たちにとってはそこは夢のような場所だったわ。
すごいわこのお店。店内には可愛らしいジブリの世界が広がっているわ。本当ね、このぬいぐるみたち可愛いわね。私、お土産にこのトトロのぬいぐるみを買って帰りたいわ。お店の店内にはジブリの世界観をモチーフにした飾り付けがされていた。そしてここで私たちが食べた料理はハウルの動く城に登場したベーコンエッグ、魔女の宅急便でキキが運んでいたニシンのパイやキキの絵柄が入ったケーキ、これらは作品内に出てきたものを完全再現していたわ。このお店の料理は作品を完全再現ね。素晴らしいわ。店内の雰囲気も料理も最高。まるで私たちのためにあるお店のようね。ジブリ飯はアニメと食という日本が持つ最高の魅力を融合させたものだわ。今回の旅行は食という私の知らなかった日本の魅力を気づかせてくれた。日本はアニメだけだと思っていたら大間違いなのね。そうね。そして日本にはアニメと食以外にもまだまだ多くの魅力がありそうだわ。ええ、また長期のお休みが取れたらまた日本に来ましょうね。うん、その時にはまた新たな日本の魅力を発見しましょう。それからこのお店にもまた来ましょうね。当然よ。こうして私たちは日本の旅行に大満足し、またいつか日本を訪れることを約束した。ジブリ飯を堪能したこの時の旅行は私にとっては最高の旅になった。もし日本のアニメが好きな人はぜひアニメに登場する料理を食べに日本へ行ってみてほしいわ。とても素敵な旅になるはずよ。そうそう、帰国後アジアンスーパーで日本のインスタントラーメンを見つけたわ。そしてハムと合わせて崖の上のポニョに登場するラーメンを作ったのよ。そのラーメンの味も非常に素晴らしかったわ。ジブリ飯は本当に最高だわ。以上がエピソードの概要です。そんなジブリ飯に関する話題には海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。千と千尋の神隠しを見るたびに腹が減る。現実に存在するどの料理よりも美味しそうに見えるから困る。ハウルの動く城の卵とベーコン。私はペスカタリアンの家庭で育ったんだが、子供の頃に家族とこのハウルの動く城を見た時に思わず、ベーコンって何？食べてみたいと口にしたところ、両親は笑いながら、ベーコンは豚だからダメだよと言ったよ。禁断の果実への欲求を植え付け、今日に至るまで私を苦しめるジブリを私は許さない。宮崎駿の手掛ける作品はその全てのフレームに心を動かす何かが詰まっている。彼は本当にそれに長けている。ディズニーは私たちが経験することのできない世界を描くことで私たちに驚きを与える。ジブリは私たちの日常生活の中に美や驚きがあることを教えてくれる。魔女の宅急便は私がパン職人を目指すことになった理由なの。子供の頃からずっとあの映画のパン屋に憧れ、単に美味しそうに見えるだけでなく、質感まで伝わってくるようなパンに心を奪われ続けてきたわ。なぜアニメに出てくる飯は現実の飯よりも美味しそうなのか。どれだけ時が経とうとも、子供の頃にあの魅力的な料理の数々を前に感じた食べたいという衝動は私の中にあり続けている。以上が海外の反応です。日本のアニメは世界で高い人気を誇っています。そしてそのアニメ内に出てくる料理の数々は多くの外国人さんの興味を引いています。今回はジブリ飯のエピソードをご紹介しましたが、それ以外にもナルトのラーメンをはじめとして多くの料理が海外から注目されているのです。今後はアニメの料理に関心を持ち、そこから日本料理の素晴らしさに気づくという海外の方たちが増えそうですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。